久保さん。今回はね、神はサイコロを振らない。神はサイコロを振らない。これね、ちょっと調べたら、神はサイコロを振らないというアーティストが今いるみたいですよね。言ったのはアインシュタインっぽいんですよね。アインシュタインが、まあ、この神はサイコロを振らないと。要は全てのものになんか公式はあるよと。うーん、みたいなところで言ったらしいんですけども、今となってはなんか、 神はサイコロを振らないという言葉がアーティスト化されてるっていうね、すごいですよね <laughs>、うん。僕はね、この言葉好きですね。神はサイコロを振らないっていう。なんですかね、あの、神様って都合がいいんですよね。みんな。やっぱ神頼みするときってみんな都合がいいと思うんですよ。なんか例えば、まあ今年も多分お正月ね、神様、神社にこの、おい、なんかお祈りする人多いと思うんですよ。で、そのときだけじゃないですか。 その時だけ、なんか都合のいいこと言って、じゃ日頃何もやってない。日頃何もやってない。じゃあ本当に仮にね、神様がいるとするならばですよ。<laughs> 仮に神様がいるとするならば、一年に一回だけ、お願いしますって言ってね、364日、5日は、ぐうたらに生きてる。そんなぐうたらに生きてる人に、その願いを叶えようとします。本当に神様はあなたが神様だったとして、一年に一回だけ都合のいいこと言ってきてね、365の日で適当にやってると。 そんな人にチャンスを与えようと思いますかあなたはあ。思わないですよね、多分ね <laughs>、まあ。チャンスを与えようと思うんだったら、日頃頑張ってんな、こいつと思う人には、なんかチャンスを与えようとは思うかもしれないけども。だからね、神っていうのはね、なんか都合のいいように作られてるあの模型、模型かなと思いますね。<laughs> 人間が作った模型っていう神はね。うん、はい、いってらっしゃい。